はいどうも皆さんこんにちは、ソバルトです。今回はですね、最強の対人地雷を発見したので皆さんにね、紹介していこうと思います。まあ普通のね、対人地雷では一つではこのように70ダメージぐらいしか食らえません。ですが、この対人地雷と通常の地雷を合わせるとなんと即死なんですよね。ただこの地雷を使うには一人では足りなくて、これ普通の地雷と対人地雷を同時に持つことはできません。なのでこの対人地雷貝を使うために分隊行動をしていこうと思います。まあ、分隊でね、一人はこの地雷を仕掛けて、もう一人は対人地雷を仕掛けるという形でやっていこうと思います。ということでレッツゴー。はい、ということで B ポイントを分けました。まあね、仕掛けるポイントとしてはやっぱり道の角っことか補給ポイントに仕掛けるのがいいのかなと思います。まあ、まずここに仕掛けましょう。ここに仕掛けて、でそれでこんな風に地雷を一人仕掛けてもらう感じですね。あとはこういったところかな。あとこういった、さっきも言った通り、まあ、補給ポイント、補給ポイント付近に地雷、対人地雷仕掛けて、プラス普通の地雷、いや仕掛けすぎだろ、2個は多いな。まあいいや。まあ、でこれでどんどん拠点回っていきましょう。まあ一つの拠点にいても意味がないので、これ拠点回って実際あの地雷に引っかかる人がいるのかちょっと楽しみですね。普通に楽しみ。まあ、正直今回の動画に関しては、まあ、あの地雷に引っかかるのにどんぐらいかかるのかっていう検証みたいなもんだからね、まあ、楽しみっすね。まあ、それまでは普通に打ち合って、まあ、ゲームを楽しんでいこうと思います。これ D ポイントの補給場所にも仕掛けますか。あのね、確かね、対人地雷って1人3つまでなんですよ。だから俺が対人地雷仕掛けて、あとはみんな普通の地雷を仕掛けてるんで、さて仕掛けすぎだろ、地雷3つは。いや大爆発起きるでしょこれ。まあ、対人地雷自体が仕掛けるのが3つまでなんで、まあ1つ目が爆発したらまた仕掛けるのを繰り返しですね。 OK、 ワンカット、ビーコンも、あ爆発したやついる、成功しましたねかわいそう。俺のキルになるんだね。一応は地雷、普通の地雷仕掛けた人じゃなくて対人地雷を仕掛けて、対人地雷が爆発してそこからスタートする爆発だから、対人地雷を仕掛けた人がキルもらえるんですね。知らなかったわ。ちょっと試したかったから成功しましたね、初っ端でかなり嬉しい。よっしゃ、 C ポイントにももう入っちゃいました。 C ポイント、OK、ワンカット。 C ポイントが結構いいですね。多分仕掛けるにはちょうどいい場所で、 C ポイントって敵のリスポーンの近くなんで、本当に仕掛けてすぐに引っかかると思うんで楽しみっすね。あ、なんか C ポイントの中にはもういなさそうなんで、早速仕掛けよう。ん、あーあそこか、出て入り口のところだね。 OK、 バンカット。ちょっとさ、一つやりたいことがあって、ここに地雷仕掛けて上から見下ろしたいな、マンションとかから。普通に面白そう。ちょっと HUD とか消してちょっと見てみたいわ。あ、キル入った、また爆散したやついるみんな結構成功するな。みんなここに仕掛けて、でちょっと、そう、いや仕掛けすぎだろこれ。え、は、おい、ふざけんなでしょ。誰だ今爆散させたやつ。多分味方だな、味方が撃ったっぽいね。ちょ、これで仕掛けまくろう、みんな仕掛けまくって上から見下ろそうぜ。さあちょっと HUD をオフにして、でこれで見下ろしましょう、下を。どうなるかな。さあ、まあ、早速引っかかるやつはいそうだけどね。待って、あ、来た来た、あ、あれ、あ、どっか行っちゃった、拠点取れよ。あ、来た、あ、来た、あれ自爆したぞあいつ。さあ、もう B ポイントまで向かっちゃいますか。結局はもう B ポイントもまた仕掛ける、もうずっと繰り返し。それやっとけば多分誰かしら引っかかると思うんですよね。まあ、基本的に地雷引っかかる場所とかって把握してるつもりで、結構ね、楽なんですよね、今回の企画。てか、普通に楽しい、やってて。分隊みんなでやるのが。で、これもう B ポイント行っちゃいましょう。結構いるな、B ポイント。あ、引っかかったやついる。しかも2人、美味しい。これ D ポイントかな ?D ポイントのやつか、サイド C に引っかけたやつか、かかったのかな。どこだ、これ。あ、そこか、うわ、俺の動画レクチャーしてるやついる。なんだか無事取れましたね、味方のおかげで。でこれで
今 C ポイント取られてるじゃないですか。で C ポイントから敵は A ポイント流れてくると思うんですよ。で A ポイントの次に多分 B ポイントに流れてくる、まあ、回遊魚ムーブだと思うんで、まずここに建築物を建ててからのこの裏側に地雷仕掛けます。でちょっと今回ね、せっかくなんで B ポイントに待機しましょう。待機してちょっと見届け人しましょう。見届け人、この地雷に引っかかる見届けをしてましょう。どっから撃たれてんのマジで、わけわからんところから撃たれてんぞ。しかもあ B なってる、なってるなってる、あっ、さっきのところで地雷引っかかって、あ引っかかってるやついる。だから撃たれてんぞ。しかもあ来た、あ B なってる、なってるなってる、あー、うん、B なってる、なってるなってる、あさっきのところで地雷引っかかって、引っかかってるやついる。発した。結構この企画面白いな、やってて普通に楽しい。あ B ポイント入られてる。オッケー、ワンカット。まだいるのか、同じとこにいそうだなこれ。あーいるいるいる、あいつ弾つきたら行くか。 OK ワンカット。でもまだいるか、結構いるな今回 B ポイント。やばい、取られかけてる。あーまずいわ、反対側にもいる。やべえな、俺死ぬかもしれないこれ。ワンキル近いな。 OKOK で、あと階段下かなこれ。あいるわ。 OK 危ねえ、抜けた。で、あとこれどこだ、下っ側か外っ側だよな。あとは対岸だ。あーこれ壁沿いにいんの、壁沿いにいるわ。 OK カット。でこれ敵の拠点が残り D ポイントしかないんで、 D から詰めてくると思うんですよ。なのでこれ D ポイント側のドアに仕掛けましょう。クローザドア、ここに仕掛けよう。ウェルカムマット。でこれ D、 これ速攻ね対岸行こう。対岸、対岸に逃げて D ポイント行こうぜ。あっ、もう引っかかってるやついる。早っ、早くないか引っかかんの。いいね結構。あっやばいやばい、入ってきてる入ってきてる。いや入り方レジスタンスすぎないか、そんな飛び込んでこなくても。今の面白いな。で D ポイントから来る、もう一つ、もう一回仕掛けよっか。もう一回仕掛けとこうぜ。ウェルカムマットじゃん。ウェルカムマットより強力でしょ多分さ。これ相手からしたらさ、なんで俺即死したんだろうみたいな感じだろうね。だって対人地雷の判定2つ鳴ってないもん。カチンカチンってなってないからさ、カチンでボーンで爆発してる。これなんでこんな対人地雷爆発すんのってなってそう。これいるねここ、撃ち合ってんね。 OK ワンカット。 C ポイント入ってもう一回爆散させたいが、蘇生結果な。あーナイスナイス。あーやばいやばいやばい、こっちもやられてる。あー蘇生してる。 OK ワンカット。 OKOK ナイス、間に合うかな蘇生。なんか C ポイント多そうだな。は？え、なんで上にいんの？怖っ。ごめん、クリアリングしてるかと思ったわ。で、あ、いやいや、おいおいおい、あ、マジか。うわぁ、きっちー、今の。これ、蘇生きつくないか、大丈夫これ。壁めり込みすぎでしょ。怖っ。これ、入るところミスったかも。は？うわ、マジか、そっちもいんのか。これ、多いぞ、多分。オッケー。あ、はい？もう2階にいんの？あ、なんか、巻きっぽいなってんのかな、もしかして。まずいな。いや、みんな下に寝転んでる。シュガさんずっと下に寝転んでんじゃん。ああどういうこと、バグってるバグってる、生き残りすぎる。あー死んじゃった。ああいった死体のふりとかをするのもいいかもしれんな。やっぱり5対1とかになったらどうしても打ち合い勝てないっていう時は普通にあるんで、そういった時はいっそのことを死体のふりして、でもう好機を待つしかない。まあ巧妙な手段にはなるけど、狡猾かつ巧妙な手段だが、しかしそれが強い。でここにも地雷仕掛けて、敵のリスポーンって E 側なんで、 E 側から湧いてきてもうねこそこそ登ってくると思うから、リスのようにリスのように登ってくるんで、そこを爆散させると。ああいったところに仕掛けるのがやっぱり強い。であとはそうだな、 D ポイント今取られてるから、 D ポイントの端上とかちょっと飾りに行きますか。この地雷ちゃんを、地雷ちゃん飾りに行こう。 D ポイントの上側の端に、ここだ、ここに仕掛けましょう。ここのここ多分 D ポイントからね、こそこそ橋上行こうとか言って来るやつ爆散させるのが楽しみで、これで D ポイントも取っちゃいましょう。ついでに点差的に100点差できてるの結構でかいな。なんでやろうな、結構頑張ってると思うんだけど。で D ポイント制圧しましょう。これどこだろう、どこに、あっ OK ワンカット。あー多いな、うん、やばいやばい、ちょっと隠れよう、まずい、どっか、あ、やばいやばい、来てる、はおい、ふざけんな、お前、封鎖されたんだが、そう、通路封鎖された、
ザ似てた。たまにあるんだよね。お、あ、来た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 。ありがとう。は？